こんにちは、ゆしみです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。前回のジョジョはジョルノが光一くんの助けも得てブラックサバスを倒しファッションネの入団が決まったというところで、ポルポに対してもね、掃除婦のおじさんの叩きを打った形でございました。そしてブチャラティに連れられて仲間を紹介してくれるんだろうなというところで期待感が高まりますが、どんな仲間たちが登場するんでしょうか。本日は第5話を見ていこうと思います。ABCDE 賭博地区とかもあった。麻薬チーム、おーすごい、会社みたいな。おーすごい組織だ。紛れ込んでるんですね。表向きの仕事、信頼をね、ここでもまず幹部になるとこか。ファイティングゴー、ホルポの遺産を狙え。そうですよね、うまく自殺に偽装できましたね、ローマ10時5分 AM、誰かが幹部になるんですね、代わりに。財産、宇宙の果てを知らないように、そんな噂は知らねえ。フリーな金、50億リラ、みんな野望があるね。ブチャラーティ、知ってるの、ブチャラティ。あっ、いない、ズッケーロ、あの黄緑のね、独特の髪型、ネオポリス。出た。あ、ちょっと情報が忙しい。敬語。勉強教えてるの。この面白いスーツの人は。演技？いちごケーキ。ちょっと4人一気に登場されると忙しいけど把握するのが。切れた。ネクタイにいちご書いてるけど、あんなに優しかったのに。恐るべしギャング、フーゴ。ブチャラティ、ちゃんとしてるんですね。もう目が忙しい。しかしスルー。
電話が入ってます。ちゃんとジョルノに挨拶するんだ。席外すの？ブチャラティ。すぐに戻る。ご紹介でもして。あ、気まずい。とんだご挨拶だ。立ってるのもなんだから座んなよ。立ち悪いね。いじめが始まってるよ。ブチャラティだ。ちょっとブチャラティリーダー格なんだね。いや、ブチャラティ。メニーニさんじゃないですか。メニーニさん。どうされました？理解。いいですよ。明らかにもう色がおかしいよ。もう俺より2個も下だぜ。年上なんだみんな。どうする。俺がわざわざいただきますって言ったからには飲んでもらおう。仲間になりたくねえから飲みたくねえんじゃねえの。ブチャラティ戻ってきた。いや、何でもありまてくれたんです。何？食いついてるみんな。で、能力を秘密にしてるんだろ。歯を一本、体質の 98% を水分で。こういうことか。やっぱり吸い取らせた。クラゲ。すごいマジックだよ。ジョルの序盤には人に認められていく才能みたいなものがある。肝が超座ってるからね。安心だね。チャラティは知ってるのか。まあね。話弾み出したよ。出かけるの？もうこの目が忙しい状態で出かけられるとそわそわしちゃうんだけど。派手な集団。明らかにギャング。ブチャラティ有名人なんだね。息子に殴られてるの？麻薬。ジャラティ、あたあたしは恐ろしいんだよ。ね、守ってくれるんだよ。私たちの味方だよね。なんとかするよ。すごく罪悪感があるんだね。ジャラティ。これから借りる。なんだレンタルか。でだけは借りない。ヨンがそんなに嫌なんだ。だったら今あそこに浮かんでませんよ。うるせえ。それをサービス。おやつ買い込んでる。ヨットでどこ行くんだろう。なんか楽しげな音楽流れてるけど。ナランチャ。オレンジ。悪い。透明だからね。カプリ島。今朝、幹部のポルポが自殺した。ジョルノ。黙ってる。目が黒くなってる。ブチャラティは感づいてる。100億リラだ。やっぱりそうなんだ。俺たちのものだ。見込んでんだね。みんなブチャラティのこと尊敬してんのかな。ナランチャ、もう消えてる。もちろん全員スタンド使いなんだよね。ミスター、
いなくなった。お、次々。フーゴ。いない。アバキオ。朝の人かな。ちょっと名前がもう、バルケスだったっけ、なんだっけ。おぉ、独特の色合いの。アニメーション面白い。生命力を感じるの？なんでお前さんに言おう。はっきりとそんなことがわかる。に変えました。あれは主人のところに戻ろうとしています。ああいう風に探すように。すごいこう生命力を使ったスタンドだけど、まあ、ジョースケ的な使い方あるね。こう引き合って戻っていくっていうね。さっきナランチャを探して飛んでいるんです。あれは見つけられないで方向を見失っています。物になり変わってんのかな。敵の能力のやつを倒せるということです。やるね、ジョルノ。お前のスタンドなら、アバキオ。スタンド出してくる、アバキオ。倒せる。あなたの能力で。バックルが A。つまらねえことは。いや、俺の安全に関わること。こんな信用できねえやつの前で、自分のスタンド能力を簡単に。スタンドを隠したいのか。こいつと仲間になんかなったつもりはねえぜ。アバキオ用心深い。敵は下のセンス。謎を解かなければ近づいただけで確実にやられる。警告してる。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。出た。何言ってんだお前。お願いしますよ。お前一体何を。あー来た。あーガオー。おお、アバキオ。アバキオ。ジョルノ・ジョバーナ。こいつクレイジーな野郎だな。信頼を獲得したんだね。どうかしてるじゃねえのか。はい、最後の最後にちょっとグッとこみ上げる瞬間があった回でしたね。ポルポの遺産をめぐってちょっと一悶着始まったわけなんですけれども、あ、本当に最初のね、あの4人が登場した瞬間はもう情報が忙しくて視界も忙しくて混乱しそうになりました。アバッキオ、ミスタ、ナランチャ、フーゴですね。この4人それぞれにね、ものすごい特徴もあるし、衣装も気になるし、それぞれの個性とかをね、理解するのに集中力を要しました。しかしね、ジョルノがそんな4人のね、決して歓迎とは言えないムードの中で度胸を示して、まあ、アバッキオ以外の3人はね、比較的スムーズに受け入れてくれたような雰囲気もあったんですけど、まあ、アバッキオの信頼をね、獲得するのが結構難しそうだったんですけど、最後の最後に、まあ、勇気を持って自分の身を挺して信頼を獲得するために動いたっていうような場面だったんじゃないでしょうか。若いながらにね、ジョルノの勇気と肝が据わった感じと自分の夢に向かっての信念の強さっていうところにね、結構感動しますよね。次はアバキオがスタンドを使って敵を倒してくれるんでしょうか。楽しみでございます。それではまた次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。皆様ぜひグッドボタン、そしてコメントの書き込み、チャンネル登録もお待ちしております。